何？牢がこの世を儚んで死んだとでも思ったかい？とんでもない逆さ。あいつは諦めてなんかいないよ。魔王をぶちのめすことをね。牢、あんたのじいさんは里の奥義を習得するために決死の覚悟で死んだあたいに会いに来たんだ。やばい、これ牢教会イベントだろう。もうあたいが誰だか分かっただろう。そう、牢の師匠であり、あんたの師匠になるはずだった。2マか、間違えた。ニマだよ。あの魔法陣が見えるかい？牢は体に魔力をまとって舞い踊り、魔法陣に体重の文様を描いてるんだ。それが奥義習得の修行ってわけ。ここに来てから奴はずっと踊り続けてる。体が自由に動く年でもないのに、ほんと無茶するよ。見てな、あの魔法陣が完成した時。マジか。牢は奥義を得得するよ。牢、甘ったれるな。またお尻を叩かれたいのかい？いやいいや、叩かれたそう。お、すげえすげえすげえ。やろ、やりやがったね。たまにはかっこいい姿を見せんじゃないか。カメハメハ覚えた。うひゃひゃ、太子様、ついにやりましたぞ。わしの勇姿を見ておられましたか。根性なしのあんたにしちゃ頑張ったじゃないか。しょうがないから褒めてあげるよ。なんと、やべえ、ロー強くなってそう。昔のこいつらと比べてグレイグが強いからさ。おひょい、終わったと思ったけど、仲間たちも強くなってそう。その言葉だけでご飯10杯はいけますぞ。はあ、あんた調子に乗りすぎて大事なものを見落としてるんじゃないか。横を見てみな。お主はあまりにも無表情。勇者よ、死んでしまうとは何事じゃ。はあ、落ち着きなろう。早とちりするのはあんたの悪い癖だよ。そいつは生きてる。なんですと？生きていると？そいつはね、お前が死んだと思って現世からあんたを助けにやってきたんだよ。はあ、そうかそうか。全く危険なことをしおって、わしならもう大丈夫じゃ。さあ行こう。奥義を得得したわしと勇者のお主がいれば、まあされるものはない。現世戻って憎き魔王をぶちのめすのじゃ。なんか神も強化されてるし、マルティナは待ちな、ものすごい魔力をもらってるし。太子様、大変お世話になりました。修行も終わったことですし、せいやとベロニカだけ全く出てこないんだよな。帰ろうかと。
修行はまだ終わってないよ。あんたの修行がね。やばい、俺が来た。さあこっちに来な。お尻叩かれる。お尻叩かれる。お尻叩き場は視野に登場する伝説の武器。神はこれで人間の尻を叩いたことで人間の尻が2つに割れたのさ。人間の尻が割れた理由は神がこれで叩いたかららしいぞ。え？案外本当かと思った。マジで言ってんのかと思った今。さっきローが放った技こそドゥルダの奥義、グランドクロス。グランドクロスってあれは神話の時代、ああいう感じなんだ。勇者ローシュの仲間の一人ウラノスによって編み出された技だ。そしてあんたに教える技はグランドクロスにも引けを取らない大技、覇王山さ。なんだよ覇王山って。なんてったって覇王山はローシュが初代大使天神との修行の中で編み出した空前絶後の秘奥義だからね。覇王山、なるほど。なんかテイルズとかそこら辺のゲームでしょ。わしがウラノス様の技を覚え、お主がローシュ様の技を覚えれば向かうところ敵なしじゃんな。火炎斬りとかにしとけ。でもね、覇王山は里に受け継がれながらローシュ以外には誰も習得することができなかった。その技をわずかな時間で覚えようってんだから、当然修行はとんでもなく厳しいものになる。どんなに辛く厳しい修行が待ち受けていても、それに耐える覚悟があんたにあるかい？大丈夫なのか今までさ、ギガブレイクだとかさ、ギガブレイクだっけ、そういう技をさ覚えてもさ、なんか渾身切りのが強いな、だったけどないです。根性なしはじいさん譲りかね。やっぱり一発いかないと。おお、バカモン、おむすはお尻叩き棒の威力を知らんからそんなことが言えるんじゃ。大使様の言うことを聞かんとお尻が真っ赤に腫れ上がるぞい。悪いことを言わんから考え直せ。どんなに、あなたも知らないんだよ渾身切りの威力を。それに耐える覚悟があんたにあるかい？ないです。ふん、根性なしはじいさん譲りかね。やっぱり一発いかないと。おお、バカモン、お主はお尻叩き棒の威力を知らんからそんなことが言えるんじゃ。悪いことを言わんから考え直せ。とてつもなく痛いんだろうな。それに耐える覚悟があんたにあるかい？あります。いい返事だね。それじゃ早速覇王山の修行を始めるよ。がっかり性能だったらマジでやだ。覇王山は使用者が自身の魔力を刃の形にして放つ技。 MP 消費は高そう。手を前に出し、 MP 消費がめちゃくちゃ高くて30ぐらい消費してさ、渾身切りよりも10ぐらい強そう。どうせそんな感じだろう。ま、最初はそんなもんだろう。というわけで、あとは実戦で技を磨いていくとしようかね。それでは、まさか大使様と。いや、しかしそれは早すぎませんか。はあ？何言ってるんだい。相手はお前だよ。お、ま、え。なんと、わしが戦うのですか。さっき奥義を覚えたお前ほど、今何歳なんだろう。いないだろう。ユグノア王家の血を引く者同士の戦い。これ技術とかで、ね、若返ってるだけで、本当は年なのかな。じゃあ準備ができたらあたいにいいな。そういう設定あったっけ、ビスケみたいな感じで。ルーサーの技、覇王山、もしかその技を覚えれば向かうと敵なしじゃな。じゃあ決闘となれば手加減はせんぞ。覚えたての奥義も試させてもらうからな。
でも俺めっちゃ強いよ。相手をちょっと見すぎたせいか変な人と思われてるような気がする。思わない。ニーマ様はそんなことできてるぜ。じゃあちょっと待ってな。修行のためにローに力を貸すからね。え、ずるい。それはそれはせこいだろ。え、なんでさ、ニマ様の力まで入るの。なあ、え、俺にもそれをやってくれよ。パワーがみなぎる。若き日の力を取り戻したようじゃ。今なら太子様にも勝てそうじゃわい。いいカイロ、手加減はいらないよ。全力のグランドクロスを使っていたぶってやんな。まあ150ぐらい食らってもこっちはベホイムがあるから。勝手に承知。負けようがない。あんたはローの猛攻に耐え、隙を見つけながら覇王山をローにお見舞いするんだ。それを繰り返すうちに覇王山はどんどん威力が増していく。そうやって覇王山を完成させてみな。では行くぞ。ありったけのお主を見せてみ。さあ来るがよい。お前の力見せてみな。あ、恥ずかしい。呪いがちょっと来たらやべえな。え、精神統一マジか。え、早い。あ、あ、あ、やべ、恥ずかしい呪いで知ら、あ、あぶね。え、精神統一って2回攻撃じゃなかったっけ。ここは一旦ベホイミをして。やばい、恥ずかしい呪いで死ねる。いや、え、通常は通常は通常はぞ。ここはチャンス。え、覇王山、未完成の覇王山を手に入ったりします。まだ未完成。やるわ。え、何弱え。え、やばいぞ。こいつ幻影多いからここは分回しを使い、やっ卑怯な。やれ、きた。ちょっとちびっちまったよ。もうさあやれ。ただ2連続はない。連続での恥ずかしいはない。ここで恥ずかしいタイミングがまあよかったわ。ここでちゃんとベホイも使い、ほれよし。いや、あ、危ねえ。嘘だろ。もう昔書いたポエムのことを不意に思い出しちまったよ。恥ずかしい。分身。もう恥ずかしくない。無害攻撃じゃねえのかよ。待ってくれ、これちょっと微妙な HP だな。ダメだ、170くらい食らうもん。でもさ、ゾーンって防御力上がってるはずだろ。だから170食らわないと俺は見るね。ここは全身全霊切りを打つ。で、これ覇王山を使わなきゃいけないのかな。なんか分からん流れが。まあ、とりあえずここは全身全霊切りだろ。あ、やべえ、ハオザしか効かねえんだ。いや、さて回復する。まあ、ただ恥ずかしいならやめてくれ。あぶねえ。ちょっと待って、ハオザしか効かないのか。あ、嘘だろ。ほれ、やべえ、ゾーングランドクロスだ。あ、まずい。ミニビーのお姉さんにキスラスに出しくれたこと思い出しちまった。ほれ、今だけやめてくれ。あ、よかったぜ。覇王山！やえ、嘘！覇王山がめっちゃ強くなってきた。これ多分さ、武器が今1個しか飛んでないけどさ、背後から50本ぐらい武器出してさ、ブーブーブーって飛ばすようになるぞ。最強になった時。グランドクラス155。そうでもない。やめろ、今はやめてくれ、頼む。ああ、びっくりしたー。よし、来た。これの、一体かくな。
取れや。いや、バカが。俺は覇王山しか撃たないぞ。強化された覇王山。300。いいねいいね。大したことなかったな。わずかな時間で覇王山を習得できるか内心心配していたけどさ、どうやら取り越し苦労だったようだね。よし、ローも死んだし帰るか。覇王山を習得した。いいかい、あの光の剣の強さはあんたの心の強さ。あの剣を鍛え上げるんだ。決して折れない強き剣に。そうすればあんたはどんな困難にも立ち向かっていけるよ。じゃ、牢を起こすとするか。奥義を覚えたわしを倒すとは。もうちょっとガンガン使ってくれよかった。まさかお主がここまで成長しているとは思わなんだぞ。辛い修行から逃げずによく頑張ったね。あ、間違えた。ん？間違えちゃった。お、来た、覇王山のグランドクロスで。けたぞ。その声はまさか。魔王ウルノーガ。死滅した世界で這いずり回る。キリュウちゃん。虫けらどもよ。ここで滅ぼしてくれ。キリュウちゃんかっけ。いけない。あ、いい。あ、くそ、間に合わなかった。写真撮りたかった。魔王め、とうとうこの冥府にまでその触手を。奴の力をちょっと甘く見すぎてたか。あ、もう教えたいことがまだ残ってるってのに。忌まわしい奴だ。でもこうなったら仕方ないね。この場であんたたちに最終奥義を授けるよ。そんなポン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 。最終奥義？わしが覚えた技グランドクロスこそがドゥルダの奥義ではなかったのですか？それは違う。老子とウラノスが協力して放つ合体技、それこそが初代大使が考案した真の最終奥義だ。さあ二人とも覚悟はいいかい？遥かなる時を超え、もう一度伝説を繰り返すんだ。あんたたちが放つ最終奥義、それをあたいのメイドの土産にさせてくれ。なんだ最終奥義。させるか。あたいの掛け声に合わせて技を放ちな。チャンスは一度きりだよ。ロウ、ありったけの力を込めて空にグランドクロスを打ち上げるんだ。うん、今だ、覇王山を。お、すげえ。俺とローデンのコンビネーションだったのか。この技こそドゥルダに伝わる真の最終奥義、グランドネビュラだ。すごい、かっけえ。覇王山の周りをグランドクロスが覆い尽くし、謎の回転力を得てドリルみたいに。ガチな技じゃん。押し叩き棒で引っ叩くような技だと思ったのに。真の奥義。あ、戻ってきました。これはいけません。
体が衰弱しています。急いで二人を里まで運びましょう。ロートがもう衰弱してるところじゃないだろう。ヒロナが意識を失ったミノルはニマ大使が最後の力を振り絞り魔王の目をくらませる夢を見た。ニマ大使、もうニマ大使に会えねえのかな。あ、よかった、目が覚めたな。体も大丈夫そうで何よりだ。ロー様は先に目覚められて一足先に外に出ている。俺たちも行こう。ローはなんかもう本がなくなったって騒いでそう。ちょっと待ってくれ魔王さん。MP がえぐい。本当にぶお前渾身切りに勝てるのかこれ。連携マジか、これは使いてえだろう。なんでこんなすげえのが俺とローなんだよ。俺とベロニカとかにしてくれ。ユウさんおはようございます。昨日急死なった姿を見たときは心配しても大丈夫そうですね。三歩大僧侶とロー様が宮殿の外であなたをお待ちです。ユウさんは聞いて、私初めてロー様の顔を見た。あの人は有名な伝説の弟子なんだね。出ていくか。さっきの女の子可愛くない。雪のところの女の子可愛い。遅かったではないか。なんじゃ、人の顔をじろじろ見よって。ロー様がすっかり元の姿に戻られたので驚いているのですよ。一時は骨と皮だけでしたからね。あれくらい大使様の修行に比べれば何でもないわい。飯を食べればすぐ元通りよ。ものすごいリバウンド。ロー様から話は聞いています。冥府で大使と出会い修練を受けられたそうですね。さらに老主様の技を覚えただけでなく、ドゥルダの最終奥義まで習得したとのこと、本当に喜ばしい限りです。そうじゃグレイグ、わしがあっちの世界にいる間我が孫が世話になったようじゃな。礼を言うぞ。それには及びません。もうグレイグ終わりだろ。これまでの無礼を考えれば。お前は一瞬強かったけども、最終奥義を覚えたこの俺とローで。むしろこちらがお詫びする立場です。いいんじゃグレイグ。3人とも回復使えるな。そなたも運命に翻弄された哀れな男、お主を責めるつもりはない。しかしロー様、我々はこれから一体どうすれば。ドゥルダに来れば何か分かると思ったのですが。だって俺とさ、ローがさ、それについてはランドネビラとかやってる間にさ、ローは、ローじゃない、グレイグはもう、ああ、もうやることねえや、捨て身でもしとこう。先代勇者ローシュは神の乗り物で空を飛び、邪神と戦ったらしい。3人の技あんのかな。神の乗り物？詳しくは知らんが、先代勇者たちが使用したその乗り物を手に入れれば、天空にいる魔王を打ち果たす方法も見つかるやもしれん。それにバラバラになった仲間のことじゃ。みな諦めの悪いものばかりじゃから、きっと世界のどこかで生き延びているはず。よいか、勇者老主の足跡をたどるため仲間を探しながら、もう一度神語りの里聖地ラムダを訪ねるのじゃ。これ絶対男3人だよ。もう女っ気がなさすぎるから。次一刻も早くウルヌーガの野望を砕かねば。皆の者出発するぞ。ローのスキルパネルが新たに解放された。やべえ強そう。やべえ、もうなんか仲間になったら強そうだ。こっから出会うけど前のやつらじゃないぞ多分。
あなた勇者様のために特別な修行を用意しました。自らの力を高めたいと思ったらぜひドゥルダの大修練場に来てください。ローのスキルどうなったんだ。なんか変わってる、これわかんねえや。下の方がでっかくなってる。なんだこれ。ここ多分確かにこのハテナ。ここもなかったのかな。振り直しだ。ちょっとこれ金がかかるぞ。やべえ、お金がなくなるよ、ローの振り直しで。どのスキルなのかわかんないんだ俺。うるせえんだよお前たちは。これ嘘ばっかだ、このやつら。これと、待って、これどうやって見んの。待って、このあてらえぐくない。どうやって、ちょっと待って、このハテナを見るためにはこのハテナがすごいんだ。こことこことこ全部解放しなきゃいけない。でこのハテナを見るためにはここを解放した上でこれとこれも飛んでいけないんだ。これがやばい。悟りと爪の最終形態、これ現状取れるのか。そこ見てみたいな。どんななんだろう。これ届くのか本当に。ポイントがやべえ。いやお当たり。なんと選んだパネルは当たりだった。何それ当たりとか外れとかあんのこれ。じゃあ他は外れなの。ゾーン 5% でここが開く。無限の悟り。くっそー、足りねー。これ絶対すごいぞ。でもなんか魔法使いっぽいルートだな、無限の悟りとか。今んとこ魔法でいくかろう。ちょっと仕方ない。これはスキル的なやつが。初代大使の武道着。何これ。こんなあったっけかっけ。これ強化できないとか。これ強化できない。絶対文字数のせいだろう。これにプラスをつけると文字数が10文字オーバーするからとかだろう。これ攻撃力上がるのか。攻撃力が20も上がる。すげえ。まあ、今はこれでいいや。グランドクロスってなんか攻撃力依存じゃない気がする。なんとなくだけど。行くか。もう一度聖地ラムダへ向かえ。聖地ラムダってどうやって行くの。ちょっとお前覇王さんとグランドを使わせろ。行くぞ。敵全体。予想以上に弱すぎる。初代勇者の空前絶後の敵全体かよこれ。グランドクロスと被ってる性能が。やりおるの。
が全然剣のサイズが違う。確かに強いっちゃ強いけど、全体の時だけだな。分回しでいい気がする。